皆さんこんにちは、レッドイングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、昨年の、11月、23日ですね、世界初の挑戦というような、ことで、滋賀竜王にある、アウトレットに、レッドウィングが、世界初の出店というような形で、オープン、させていただいたのが、ちょうど昨年の11月23日で、初日、あのオープンの日僕も、お店に、店頭に立たせていただいたんですけども、本当にありがたいことに、あの確か YouTube も前日の公開とかだったと思うんですけども、YouTube 見ましたとかっていう、ありがたい、お言葉だったりとか、LINE の配信とかであの知ってくださった方とかが本当にたくさんの方来ていただいて、まあ多分ここに今写真がその日の、様子があると思うんですけども、朝10時オープンのタイミングからもう夜、閉店までずっとその当日の、整理券お持ちの方がこう来てくださって、中にはあのその日お店に、入れなくてですね、あのご迷惑をおかけした方もあのいらっしゃったんですけども、まあ、そのぐらい本当にありがたい大きな反響をいただいた、アウトレットだったんですけども、今年、まあ、その世界、初の挑戦の、まあ、続きですね、2店舗目の、出店が決まりました。はい、その出店先なんですけども、ちょうど直営店もない、エリア、でして、北海道、札幌、北広島ですね。でそちらの、アウトレットに、レッドウィングのアウトレット、まあ2店舗目というような形で、オープンさせていただくことが、決まりました。オープン日は、10月の、19日を予定しているんですけども、その時に、ちょっとご用意させていただいた、お話、まあその商品のお話ですね。まあ今僕が話している内容よりもちょっと目線、まあ、こっちに興味がいってる方がほとんどだと思うんですけども、ちょっとこのお話を今日、させていただきたいなというふうに思っております。では、早速なんですけども、今回、まあ、北広島にですねアウトレット2店舗目出店させていただくにあたって、前回以上にあのたくさんのお客様にまた、喜んでいただきたいなというところで、何かないかなというところで、社内で、ちょっとそういった打ち合わせを重ねまして、まあ、そしたらですね、まあ、うちの、リペア部門の担当から、こういったのがありますよと。で、まあそれは何かというと、いわゆる今、レッドイングジャパンの、オンラインサイトを、中心に、展開させていただいている、まあ、これもまさにあの昨年の3月に、まあいわゆるレッドイングだからこそできる、サスティナブルな、取り組みというところで、アップサイクルっていうあのプロジェクトを今、オンラインサイトを中心に、行っているんですけども、そのアップサイクルの一環で、このラインナップを、ご用意しました。で、まあ、よく直営店とかにも、お越しいただいている、お客様はもうご存知だと思うんですけども、なかなか店頭にこのバリエーションが揃って今ある、お店は直営店でもなくてですね、そのぐらい、まあなかなか今ご用意ができてないラインナップなんですけども、こちらをまあアップサイクルプロジェクトの一環として、もともとは少しこう通常の良品という形で販売が難しかったものを、レッドウィングの、純正の、リペアサービス、まあ修理を施してもう限りなく良品に近い状態にして、今回、アップサイクルプロジェクトの一環として、アウトレットに、そうですね、アウトレットのオープンの時にこのラインナップが並ぶというような、形でございます。で中にはですね、この911ですね、
まさにこれは僕のファーストレッドウィングですね。僕のインスタグラム見ていただいている方は、ご存知だと思うんですけども、本当に高校生の時に、買ってもらった僕の、ファーストレッドウィング、今はなかなか、店頭にはちょっとこうない状態になっている品番なんですけども、今回これもアウトレットで、並びます。あとはそうですね、まあ、人気どころでいくと、まあ、ここに出てるやつはまさに今どれも人気の品番ではあるんですけど、8167であったりとか、そうですね、8179、8165とか、まあ、このあたりとかも本当に今なかなかサイズがないところなんですけども、今回、アウトレットのオープン、2店舗目に、しっかりとこう並ぶというところなので、今回これがまさに一つ喜んでもらえるラインナップになるんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、こちらの、アップサイクル品番はもちろんなんですけども、もちろん滋賀竜王に、あるような、本当にうちのそのアウトレットに、ある、商材はもちろんで、今回このスペシャルな、アップサイクル品が、並ぶような形となっております。ただですね、こちらのアップサイクル品は、北広島のお店だけではなくて、アウトレット、滋賀竜王の方でも今回同じタイミングで、発売させていただきますので、なかなかちょっと北海道はなっていう方は、滋賀竜王の方に、で北海道に来れる方はですね、なかなか今これ揃って見れる機会は本当にないので、でさらにこれ中底とかにもこうアップサイクルの、刻印が記されている、本当に特別仕様になっておりますので、ぜひ、北海道の方、もしくは北海道にそのタイミングでこう行かれる方はですね、ぜひ直接、手に取って、見ていただきたいなというふうに思っております。あとは10月の19日のオープンの日に関しましては、僕たちレッドウィングジャパンメンバーももちろん店頭に、いますので、ぜひ、遊びに来ていただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。ちょっとですね、まあ、このあたり一品番ずつ話していたらちょっと動画の尺半端ないことになるんで、今回あくまでアウトレット、オープンするっていう、お知らせと、やはりちょっと直接お店に来ていただいた方に楽しんでもらいたいっていうのもあるので、ちょっとご紹介は、このぐらいに、させていただきます。一応こういったですねスペシャルなお知らせも、YouTube、LINE、Instagram の方で、お知らせしております。あとはですね Twitter、X ですね、今 X の方も、結構更新頻度高く投稿しておりますので、そちらも合わせて、ご確認いただければなというふうに思います。では、10月の19日、北海道、まあ、北広島の方で、お待ちしておりますので、ぜひ、お越しいただければなというふうに思います。ありがとうございます。